は子供がいないので、もう子供以上に可愛がってるよと思いますね、はい、家族ですもんね、ワンちゃんは。見えないところでやられるっていう不安な、もうワンちゃんも子供も同じようなものだと思ってますので、一番にやっぱ見えて飼い主さんがやっぱ安心していただくっていうので、全部うちは見せるようにやっております。今は働く女性が増えて、結婚するのが遅くなって、お子様がこういない方が多くて、その代わりに犬を飼う方が増えているので、ペットブームが進んでるんだと思います。家族ですね。ミニがいなかったら、もううちは主人と別れてるかもしれません犬をミニを中間として会話が成り立つようなことも多いです私にとっての仕事というのは、もう生きることのように思います、子供も生まれなかったので、毎日忙しい仕事をしているのが一番楽しいです、私は子供を産んでみたかったんです。もう私が出産をするっていうことにはすごくこだわってました。でも子宮の病気になってしまって、なかなかその治療で、子供を作ることができなかったんで、私の友人が土曜日にこの自宅に、遊びに来ました。今離婚をしてすごい辛かった日々だったんだけど、犬だったら癒されるわよという話をして帰ったんですね。その次の日曜日、私は百貨店なので仕事でしたけれども、家に帰ってきたところ、もうすでに主人が犬を飼ってきてました。私に相談もなく、一人で道を歩いてて声をかけられることはもう絶対ないと思うんですけれども、犬を連れてると必ず声をかけられますね。